ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今回はね、久々にくるみんとのコラボをやっていきたいと思います。で、今回はね、椅子取りゲームをやりたいと思うのだけれど、まずはルール説明を。はい、ルールとしてはこのね、クイズ台のボタンが鳴ったら椅子に座るっていうことで、座れた人は勝ち残って、座れなかった人は脱落。まあ横とかでね、応援係に回ってもらえたらとで、クイズ台のボタンを押す人は毎回入れ替えます。これは1回戦、2回戦っていう感じで、まあ交代交代で。で、クイズ台のボタン、あ、違う、スタートの合図をチャットで送ってから好きなタイミングで押してください。個人戦です。まあ、もちろんねもちろん。で、参加者は4人と、私とくるみんとくるみんのスポンサーさん2人でやっていきたいと思います。で、通常4回戦、優勝が決まるまで対戦します。4回で決まらなかったら、まあ、対戦回数を増やす。2位から4位の人は同じ順位になる人が出てくるけど、優勝が決まったらその時点でゲームは終了します。フライングは禁止です。まあ飛び盛りならね、よくあるんやけど、コラボとかでフライングはなし。ラグの場合は大丈夫です。で、ボタンが鳴るまでは走るの禁止。ボタンがピコンって鳴った後は、まあ、急いで座りに行ってくださいまし。はい、ということで椅子取りゲームスタート。椅子取りゲーム頑張りましょう。はい、頑張っていこう。今回はね、私の村の方で。わーい、わーい。じゃあ今回、あれ、あれだっちゃ、星のステッキ。うん、またそのくだり星のステッキ持ってないよ。持ってないよ。ネタの使い回しは良くないね。いや、いいと思うよ。3回目まで、天丼で。じゃあちょっと。先生、おやつは、おやつは、食べていいですか？おやつ？あ先生、おやつは食べていいですか？リンゴ。いいよ。やったー。え、待って、ラグい。ちょっと、2回ぐらい出したの今。取れない、リンゴが。取れた。すごい。リンゴを取るまでにすごい時間かかる。もう一個は多分、花の上に。ほんとや、消えた。そう、うちの村ね、花が多いけんね。食べてるー。うちの村のリンゴ食べてる。もう撮影始まってるの？あれ？お？嘘でしょ？撮影始まってるの？こっちは映してる、ずっと。言ってよ！言ってよ、ちょっと。あ、まさかの。リンゴか。なんかお金増えた？増えたね。増えた。あれ？あ、お？え、なんかすごい、なんかみんな貢いでくれる。あれあれか、投げ銭かな投げ銭かな、スパチャかなあ、ありがとう、ナイスパチャー。みたいな。ナイスパチャー。よし、じゃあちょっと、私の家の方に行きましょうか。よし、行くぜ行くぜ。みんなおいで。どこだどこだ。おいで。行くぞみんな。伝わらない。おいで。おいで。シンプルな。なんかその言い方ちょっと危ないおじさんが使ってそうなさ。おいで。おいで。怖いよ。よし。じゃあ溢れ返りそうな。その溢れ返りそうなポストは無視して。最近常にそれやけ。よし。おいで。おいで。たらいいことあるよ。みたいな。危ない人や、やばい。一応ね、事前に。シンプルな部屋。さっきまでちゃんとイーストテーブルあったんだよ。ほんとは。しまったから、あれだけど。お。シズエスクーター。なんか鳴ったけど。お、スクーターだね。アーバン劇へ。シズエスクーターだね。よし。あれなっちゃった、私が交代にしよっか。だね。私が1回目に押します。くるみん1回目。あ、じゃあ私ら2人が
交互でやっていく感じ。あ、いや、あれなっちが3回目の時に。あ、さっきと逆ってことね。くるみの村の時と逆。オッケーオッケー。お ?1 回戦目。やりましょう。やっていきましょう。時計回りね。時計回りで。さあ、ネームスさんが場外。謎すぎる。なんで場外なんだ。ネームさんが場外か。あ、さっきと椅子の配置が違う。おお、これはまた違う戦いになりそうですね。さあ、頑張っていきましょう。す、お、刻んでいくスタイル。困ってるよ。ふっふっふ。す、お、たがなかなか来ないぞ。スタバ行きて。まさかのスタバ。寒い、寒いって言ってるよ。す。じらすねスタートー。おいけー。戸惑ってるよみんな。さあどうなるか。おなんかちょっとラグいいな。ねえちょっと動きが走ってるように見えるぞ。なんかそそしあれなしがそして座る。さあどうなるか。はい、はあ、あ、座れない、座れない。よし。イエーイ。あ、ありがとう。ふーちゃん。やったね。やったね。さあ、椅子を一つ減らしましょうかね。減らしましょう。スタッフさんよろしくお願いいたします。ててね、はい、なっち。はーい。さあ。お、と、と、さあ動かない。あれあれあれえなすごい。なに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 これ。どういう状態。えなにこれ。え、なんでこっちから見たらすごいホラーなんだけど。なにこれ。マジでなんだか動きが待って、動きがおかしい。思った。なんか二人とも順番に動いてるって感じなんだけど。今、いなちのターンで、次、ふーちゃんのターンで、みたいな感じ。そういう。いや、出だしとかめっちゃね、ああ、ふーちゃんが勝ってる。出だし、私、ムーンウォークしだしたのかと思ったよ。やばかった、すごいね。動きがやばかった。そうそうそう。行きましょう。よし。何が起こってるのか、一体。さて、どうなるか。はい、こんなこと買ってやる。頑張るぜ。2戦目、2戦目いきます。オッケー。さあ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 、すー、そこで伸ばす。すーすー伸ばすとこ。多分すー、ただ最後短いもんな。なるほどね。あ、全部長い。あー。ゆるいスタートだ。かわいい。なかなか始まらない。怒ってる。おっと。と、始まった。最後早かった。いけ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 。あ、そうそうそう。誰か。二つあるからね。そう。あれ、あれなっち動かない。え？あれ？動いてるよ。あ、動いた。あ、なんかみんな動いてない。あれ？あれ？ちょ、え？何これ？え、みんな動いてます。進めないんだけど。おお、なになに。急激に。え、なになになに。あ、あ。忘れた。
やったー、やったー、やったーだけど。ちょいちょい問題が。やばいよ、ほんと、アイラッチとね、ふーちゃん全然動いてない。くるみも動いてなかったよ。ちょっとなんか進めないから、二人が前にいるから、みたいな感じだねな。さあ、3戦目も頑張っていこうか。あ、来た来た。あ、3戦目はアイナッチが、あ、違った。え、2戦目だよね、これ。あ、そっか、そっか。2戦目だった。ボケてる。実況者同士の戦いが始まっていく。頑張るぜ。決勝戦でバラン選手怒っている。頑張っていくぜ。どうなのか。威嚇。ほらお互いに威嚇していく。怒りの中のね。スター、笑顔だった。スター、スター、と、かわいい。スター、スター、と、かわいい。さあさあさあ。つまる。あれ、今すぐ。つまるつまる。はぁ、ふっ、やったー、つまらなかった。勝てなかったー。負けてしまった。やったね。よし。ラグ読みをしていかないといけないね、これは。ラグ読み。うん。いや、その能力も必要になってくるか。かもしれない。か、なんかね、今ね、うん、完全に座れたと思った。負けた。私逆に座れてないと思った。まさかの。あれと思って。あれなんか座れたと思ったら、あれ座れない。お互いにちょっとよくわからない状況のまま。うん、ねえ。はい、オッケー。はい。さ、これで3戦目だね。次は確かボタン。そうやね。よし。さあ。さあ、お次は3戦目。やってきた。選手入場。1人目。クリコ選手。1人目。来たよ、来たよ。コスプレ少女。ネム選手。ネム選手って言いにくいな。ネム選手。ネム選手。ネム選手って。選手。選手。さあ、どうなるのか。みんな髪色が同じである。見分けがつかねえ。3戦目。3戦目。さあ。みんな可愛いな。さあ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 、と。と。いけ、動け。あれ動きが動け念じるところが動けみんな動きが前の人動けネムさんが座らない座ってるしあれびっくりなんだけど積もるんだけどちょっと透けてるし。へい。押された。よしよしよし。ちょっと理解不能な動きが多かったけど。やばいね。はい、みんな一旦出てね。よいしょ。ネム VS クルリーナ。さあ、戦いはどうなるのか。見物ですね。速攻で座った。あれ？なんか座ってるけど、巻きのせいか。よしよしよし。よし。いきますよ。スター。あ、ネムさんじゃなかったっけ？あ、らしいよ。そうなんだ。忘れた。
かわいいか。じゃあ、座れんかったよな。まあ、いっか。よしよし。よし。まあ、いっか。じゃあ、この二人で。か。と。と。お、来た来た来た。確か。確か。ね、打ってる途中だった。先ほどよりは二人ともスムーズなんじゃないか。おはっ、うっ、おーし、それでいく。くるみ選手勝ち取っていく。いいね。やっ怒ってる、怒ってるよ。一瞬ちょっと女の闇が見えましたね。怖い。じゃその後でね、その後で拍手してくれたから。その後ね。ラスト。ラスト、最終戦。最終戦。スター。スター。くしゃみ。トイ。トイ。かわいい。スタートイ。スタートイ。から離れていくスタイルね。離れていくスタイルか。お、迷っている。だだださあ、神経問われる。うっそ、取られなかった。てか、こっちで3人か。必然的に負けていく。今の絶対で座れんかったよね。いける。はい、ってことで最終戦後半に入っていきましょう。勝つのはどっちだ。スター、ドッペルゲンガー。謎の言葉を発していく。と笑ってる。まさかの塔重ねてきた。ここでパソコンのスイッチがオンになりました。同じ格好してるから、なんかもうコースを外れたのかと思って。審判を押しています。さあ、審判を押しています。くるみさんが何、妨害、妨害行為。お、あー、イナッチが勝った。やったー、やったぜ。すごい、イエーイ。妨害が効いたか。嬉しい。これどうだったんだろう。え、誰か勝った回数。私2だ。あ、あれ、どっち2か。私2だ。1、2。さあ、勝者は、おっと、これはゼロ？てん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 。1位はなんと、あゆな選手に決定。パチ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 。いや、まさかの。パチパチのアクションがない。まさかの。なんで私が動画をしてるの？なんだなんだ。なんだ、超目立ってるぞ。あやなっちの調理。喜びのダンス。さあ、賞金は全部あやなっちの元に舞い降りてきます。さあ、あやなさんは、賞金の使い道は、いかに？賞金の使い道は、まああれかな？みぞれちゃんかな？みぞれちゃんに家具を見つごうかな。何？ちょっと待って。え、かわいいんだけど。ミケランジェロ。かわいいんだけど。ミケランジェロの傘やない。かわいい。めっちゃかわいいんだけど。パロディーかな？パロディー、パロディーかな？ちょっと。あれ？これ著作権大丈夫？これ。これ著作権大丈夫かな？そこの子ちょっと厳しいからね、私。ミケランジェロフリー素材じゃないからね。かわいい。気をつけてね、みんな。まさかのここで。ふーちゃん、それどう、ふーちゃん、それどうなってる、それ。ん？ふ
ちゃん、それな、なにそれ。ふーちゃん、顔がついてるよ。かわいい。トマトニットみたいな、かわいい。トマト。それはマイデザ？マイデザだね。なるほど。トマト。かわいい。いいね、いいね。かわいいね。いやー、ストリーゲーム2戦目も、ね、2回目もすごい楽しかった。ね、めちゃめちゃ楽しかった。また、ね、またやりましょう。ぜひまたやりたい。ね。ね。もうどうぞ。みんなに囲まれて。はい、ということで、今回はこの辺で終わりに、終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。で、くるみんの方でね、もう一戦の方も出てるので、ぜひぜひ見てくださいまし。見てくださいな。わちゃわちゃしすぎか。かわいいみんな。ちょっとね、騒がしいですが。ね。後ろがね。ね。